これより表彰式に移ります。勝利しました高知大学マリンコーズが、勝者チームとして、表彰されました。続きまして両チームからファイティングスピリットアワードの表彰いたします。表彰は、闘志あふれたプレーをした選手に贈られるものです。それでは勝利しました高知大学から、75番秋村雄貴君、75番の選手が、ファイティングアワードとして表彰されました。続いて、国立国際大学4番木野直樹、近畿国際大学から4番の選手が表彰されました。以上で表彰式を終わります。両親のご苦労様でございました。